パラートサオバスターミナルですね。国際バスはね、今運休なんで、チケットブースがもうびっしゃりとシャッター閉まってます。まあそうだよね、お客さんいないもんね。そして、市内のね、循環バス、これがね、どうなってんだろうって感じですね。っていうかね、これ国際バスですね。そして循環バス1台もいません、完全に運休してます。だからね、これね、動いてれば便利なんですけどね、今この状態じゃね、もう本当にトゥクトゥクとかね、サムロ、ソンテウ、これを使わないとね、移動できませんね。なんかね、便利な29番バスとかね、この田子行きの23番バスで、こういうのもね、全部止まってますね。うん、いやー、参った参った。はい、ね、ここ通常であればね、この右側にべったりとバスだまり、バスがね、待ってるはずなんですけども、今の状態、もう完全にね、市内の循環バスが運休してるんで、1台もいません。ビエンチャン市内の公共交通機関は完全に麻痺してます。うん、いやー、これはビエンチャンの街中ね、移動大変っす。はい。お疲れ様、のぶチャンネルです。本日3本目の動画です。冒頭でね、ご覧いただきました通り、ビエンチャン市内完全に公共交通機関がですね、ストップしています。バス走ってないっす。でそのおかげでですね、12月の14日の列車でルアンパワンからビエンチャンまで、到着、もう問題なくと到着したんですけど、列車降りてから、雷鳴に遭いました。駅から、南バスターミナルまで移動して、でそこで、市内の、ね、循環バス、それに乗り込んで、クーストエリアまで移動しようと思ったんですけども、どえらい目に遭いました。まずはちょっと、南バスターミナル行きの、動画をご覧ください。どうぞ。着きました。これ、ビエンチャンです。ビエンチャン駅です。現在15時10分過ぎぐらいなんですけども、滞りなく、到着しました。はい、トゥクトゥクです。ほんとね、ビエンチャン駅からね、ちょっとあんまりにもね、街が遠すぎるんで、まず、南バスターミナルまで行こうと思って、もうね、6キロぐらいあるんですよね。これなんで、降りました。超久しぶりですね。しかも貸し切りです。貸し切りで、ビエンチャン駅から、南バスターミナルまで、3万キロということです。今ね、15時21分です。はい、それでですね、南バスターミナルまで6キロぐらいなんですけど、無事、トゥクトゥクで、到着しました。で南バスターミナルの循環バスの乗り口でね、ずっとね、待ってたんですけど、待ってと暮らせと来ないっすね。でしょうがないんで、1キロぐらい先に13号線が走ってるんで、
13号線まで出れば、タゴーンっていうあの、どうですかね、北側の、北にあるあの、ビエンチャン人に人気のね、水遊びのスポットがあるんですけども、あの、そこのエリアから、そこのエリアと、街の中心をつないでるあの、バスがあるんで、でそれに乗れるかなと思って、13号線まで歩きました。で、交差点、13号線の交差点のところの近くにですね、バス停があるんで、そこに座って待ってたんですけども、まあまあ、待てど暮らせど来ないですね。で、しょうがないから、まあ、少しずつね、町の中心に向かって歩いていこうと思って、で、そしたら、そのうちね、バスも来るかもしれないし、最悪トゥクトゥクとか、サムロなんかがね、追い越したら、それがピックアップしてくれるのと思ってですね、歩き始めました。で、こう、後ろを見ながら、気にしながら、こう、歩いても全然来ないんですね。トゥクトゥクもサムロも全く通んなかったです。でね、最終的には、南バスターミナルから、ツーストエリアって10キロぐらいあるんですね。で、10キロくらいあるんで、それをね、完全に歩き倒しました。で、ツーストエリアに、到着したのが17時30分ですね。17時30分。じゃあ、2時間半歩きましたね。2時間半歩いて、10キロ2時間半かけて歩いて、ようあのツーリストエリアに到着しました。ということはですね、ルワンパバーンからビエンチャンまで2時間です。で、ビエンチャンの街中ってもあの外れなんですけども、ビエンチャンの駅から、街中ツーリストエリアまで2時間半かかってますね。むちゃくちゃ効率悪いです。で、だったらね、あの駅でね、あの貼ってるトゥクトゥクに乗りゃいいじゃんかっていうね、ご意見もあると思うんですけども、15万とかね、20万切符、15万切符から20万切符、ルアンパバーンから、ビエンチャンまで、高速鉄道の2等ですね、それで移動して19万8000切符ですね、19万8000切符なんですけども、ビエンチャンの市内の移動だけで15万から20万切符、あなた払う気になりますか？僕はなれなかったです。バカバカしくてね、だから循環バスを利用すれば、本当ね、1万とか、まあかかっても1万5000ぐらいなんですよ。で、それで移動すりゃいいやと思って、まあまあね、ちょっと、染み垂れた根性を出しちゃったがためにですね、2時間半歩きました。バチ当たりましたね。まあ、そんな感じでですね、この、疫病騒動が完全に収束して、公共交通機関、まあ、ビエンチャンの、街中のね、市内の循環バス、これが復帰するまではね、ぶっちゃけね、ラオスの高速鉄道ね、使えないです、使えないと思います。で、あとはどうなんだろうな、ルアンパバンはあれだもんね、ミニバスが、2万5000切符で、まあ、乗り合いですよね。でそれで、まあ、町外れの駅から市内まで、トランスポートしてくれるんですけども、まあ、ビエンちゃんはね、そこまで駅へのアクセスが用意されてないです。駅の周りね、ほんとね、広大な野っ原です。例えばどっかでね、駅前食堂でね、食事でもなんてね、そんなこと考えたらダメっすよ。何にもないっす。本当にね、広大な野っ原の中に、突然ってね、駅舎がこう立ってるんです。だから、どうですかね。皆さんがラオスにいらっしゃるタイミングになれば、もう少し改善されるかもしれないですけども、2021年12月の
松ですね。松現在は正直総括になるんですけども、ラオス高速鉄道全く使えません。やめた方がいいです。よっぽどね乗り鉄とかでね鉄道を乗ることを目的に旅行している方ならね早い時期にね乗っておくと面白いのかもしれないですけども、鉄道でね便利になんていうの旅行しよう移動しようなんていうねそんな心構えで鉄道を利用しようとすると多分ねものすごく痛い目に遭います。で僕は思いっきり痛い目に遭いました、まあそんな感じでですね、まあ来年になったで2本目の動画でお話したように、来年の1月1日元旦からね陸路国境が開くとかねいう話もありますけども、そういうところでもしいらっしゃっても、まあ当分来年の半ばぐらいになるまでは多分リエンちゃんの町から駅までのアクセスは激悪だと思うんで、ご注意ください。この動画は、リエンちゃんでね、死にたいことね考えたら罰が当たったという動画でした。この動画はこの辺で終了いたします。ご覧いただきありがとうございました。